まあちゃんとゆっくり立ち回ります。うん、スナイパーはそういえば使ってなかったね。オッケー、やれないか。まだいない、そこ。はい、どうも皆様こんにちは、グリードです。はい、先に言っておきます、今日の僕はなんかすごくテンションが低い動画ね、2試合今日は入れてあるんですけど、まあすごくテンションが低いです。まあなぜ低いかはちょっと動画内で語ってるので、まあね、ちょっとご了承ください。でというわけで、今日はですね、ノーストックがアタッチメントじゃなくてアップデートで、強化されたので使っていきたいと思います。まあ普段あんま使ってないからグラウを今日はね使います。でまあカスタム類なんですけど、ひとまずノーストックと、まあ、長いバレルと、まあ、その他もろもろつけたんですけど、まあ、かなり今回はちょっと自分の感性に任せてね、組んだのであまりね参考になるような、武器ではないかもしれません。今回はちょこっとねスナイパー使いたくてサブでね持ってきたんですけど、1試合だけ、まあちょっとほとんど使いませんでした皆さんラッシュゲーミングの公式ツイッターフォローしてますかね？フォローしてない人はめちゃくちゃ損してます。今アストロの A50 かな、無線のねヘッドセットですねのプレゼントキャンペーンやってます。これめちゃくちゃ高いやつだよねの、プレゼントキャンペーンですね。結構プレゼントキャンペーン頻度が高いような気がする。この動画がいつ上がるかわかんないんですけど、おそらくこの動画が上がった日の夜19時からまたラッシュゲームに主催のウォーゾーンチャレンジャーズっていう、ウォーゾーンのね大会をやります。また来週もねやるので、これはね、ほんと誰でも参加できるんですけど、ただね、応募にこのね、上限があるので、まあ、それ以上いっちゃうと抽選になっちゃうから、参加するのはちょっと難しいとも言えるかもしれないですね。というわけで、試合の方へどうぞ。これっしょ。60発つけちゃうぜ、60発。ウォーゾーンみたいだね。さあ、じゃあ今日はこのウォーゾーンカスタムでやっていこうと思います。まあ、かなりね、まあ変なカスタムではあるんですが、まあグラウは強いからなんとかなるでしょう。でグラウはほとんどね縦ブレなんで、まあ全然そんなリコイル制御するもんつけなくてもいける。なんか後ろでチクチク落としてない？大丈夫かな。おう、まあ、今日はね、ちょっと僕、テンションが低い日なんですけど、僕って、まあ、テンションがこう、高い日と低い日が、こう、交互に来るんですよね。なんか特に理由があるってわけじゃないんですけど、まあ、テンションの低い日は、こう、どうしても、まあ、実況取るのが大変ですよね。左か？呼んでいく。UAV。ちょっとま、ゆっくり立ち回ろうかな、今日は。テンション的にも。ね、あんまこう動き回って、ウェイウェイ、キルキルキルっていう感じではないので、テンション的に。まあ、ちゃんとゆっくり立ち回ります。うん。スナイパーはそういえば使ってなかったね。OK。やれないか。まだいない、そこ。危ない。わあ、どんだけ殺しに来るんですかちょっと、困りますよ。じゃーん。スナイパーです。ちょっと、やばい、ちょ、オービタル出してるからもったいないね。突っ込むか。さすがに、オービタル中は突っ込まさせていただきますよ。これ真下だな。ちょっと待って、そこの方。オッケー。いや、グラウ強いね。たまに使うと楽しいな。はい。はーい。はいはい。いやー、ちょっと、それは厳しい。あっと、これ、味方のハリアちゃんが出てるから。うん、僕のが良くないですね。ここで一
旦スナイパーに切り替えて、なんかこの試合ね、敵が来ないよ。うわー、手前いた。はい。はい。楽しい楽しいぞ、これ。この装備楽しいぞ。まあ、この感じだと2試合目に多分行くでしょう、おそらく。おお揺れまくる。けど、この辺いないのかな？いないっぽいね。デッサが、溜まりそうで溜まらない。溜まった。で、スタンを当てておいて、あえて行かないっていう、そこに。わあ、こっち向くんかい。ちょっとこれは敵の逆襲が始まりそうだな。まあ、ガンダム作品では逆襲のシャアが一番好きです。ちなみに。僕結構ね、昔からガンオタなんで。もう実家とかね、ガンプラだらけですよ。今はそんな作ってないんだけどね。ちょっと味方がいないから、これ隠れてキルしようかな。これね、奥湧いてんだよね、多分。UAV 呼んでみようか。多分これ奥行くとね、いるよ。2階にもいるな。まあ、エリア切り替わっちゃったんだけど。これ多分2階の人だね。逃げちゃった。あれ？この先いるじゃん、敵。真下だと。あ、UAV 落とそうとして。あはは！隣に寄ったんですか。最悪だ。ハリアボーン。全然スナイパー使ってねえじゃねえかって言われちゃうね。じゃあ次の街もスナイパーどうしようかな。いや、一回ちょっと使おう。使う場面が見当たらないんですよね。痛い。ケツから撃たれた。ここでこそでしょ。へい。いや、このガス楽しいっすよ。オーバーキルスナイパー。まあ、ずっとスナイパーっていうのはちょっと酷なんで。たまーにこうやって使う分には楽しい。あれ今当たってない？当たってない！あれ？で、今、さっきの感じだと多分左側にいるな、これ。OK。マジでいないんだよね。もしもーし。あ、当たった。おーい。おーい。敵さーん。どこですかー？味方こっち入ってる。今の。当たってない？スナイパーが下手くそだ。なんか後ろは加点？大丈夫？いやあ、もう、ロックされてる、完全に。はい、というわけで、これは2試合目に行きたいと思います。はい、というわけで、別バッチですね。やっていきましょう。ほいっつって。ハックニヤードのハードポイント久々だな、めちゃくちゃ。嬉しいですね、e スポーンアップなんで。もう、熟知しているよ。さあ、あんまり、センター見えないんで、正面かなと思います。ちょっと今僕、反応はうんちだったな。まだ多分正面いると思うんだよね、この感じ。まあ、このマップは知り尽くしてるんで、まあちょっと完封するぐらいには行きたいですね。OK。センターいるな。え！何今、ショットガンかな？ショットガンっぽいな。で、そこにいる。あ、もう入ってた。危ない。その辺かな？
かさっきからジャベリンの音がしてるけど、多分その辺来るんでフラグ入れて、ははん、手前いる。あれ、いるよね。味方が結構上がってるからリスポーンがちょっと心配かな。あー、ごめん、味方入れ入れっかな。この位置はね強いんで押さえておきたいんですよね。こうやってこうやってこうやって、おお、マジか。ちょ、 V トル呼んじゃおうか、センターにポンと。よいしょ。で、右から抜けてるから、そいつだけ、わあ、なんだ、なんか爆発で死んでるような感じだったけど、スタン。来てますね。ポン。もう一枚いるから。ほい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 。この辺来ると思う。この辺来ないのであれば、と思ったけど来たね。多分まだ来るから、いるね。風待ちしよっか。あれ？まだいるよね、その子。はは、やっぱりいた。で、装甲を取りました。向こうから来ますよ、と。もう一人やって、で、センターなので、ちょ、V トール呼ぼうかと思ったけど、ウィリルー！オッケー！で、V トール呼びます。で、左います。V トールはドドドンって来るから、ちょっと自分は退避しておいて、リスポンがワンチャン変わる可能性ありっすね。まあ、その辺から来ると思うんだよね。多分この辺で停滞しておけば、来るんじゃないかなと思うんですけど、来なかった。うん。オビタル出たね。危な！オッケー。アドバンスを出して、走ってくるやつやって、その右下は味方に任せようかな。やれない。走行したから？ナイス。で、センター来るから、これ下だね。詰めちゃおうか。オビタルで見えてるけど、どうしようか。ちょっと位置が悪いんだよな。ここ使おうか。この頭使おう。よし。負けるんですか、グリードさん、そんなとこで。もう今の核の流れだったじゃないか。うーわ。まあ、彼はナイスショットだったね。いやー、マジか。え？なんで負けたんだろう。タボールでしょ？COD マジックってことで。いやー、なんか僕の今日の動きはなんかすごくベーシックな COD の動きだね。ショースラもあんましないし。まあかなり、そうですね。初心者さんに参考になる動きをしてるような気がします。ちょ、リロードして、上取って、正面いるぞ。今のはショースラージャンプだったけど。いや、グラウ強いな、やっぱ。まあ、イースポで使うってなると、またちょっとね、多分、M4 に負けちゃうんだけど、まあ、ランクまで使う分にはめちゃくちゃ強いですね。扱いやすいし。タタタタタタン。タタタタタン。センターいましたよ。19発か。これ敵前っぽいってるんちゃうかな。ワンショ。君は武器持ってないのか。ちょっと一旦待とうか、これ。でセンターに落として、味方ナイス。バレてないと思うんだよね。オービタル出してみよう。またこれハンドガンだな。これライオットシールドだ。あ、M4 あった、M4 あった。ちょっと拾えないんだけど。もう敵来てるから行こう。エリアに行こう。ゴー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 。ハンドガンできるっしょ。ハンドガンできるっしょ。オッケー。上登ろう、これ。で、こうやってね、立ち回ると強いので。
どんどん行っちゃおう。今度はなんだこのハンドガンは。リボルバーかな。もうちょっとね、オービタル出してるんで、暴れさせてもらいます。もう。いや、ごめん、味方に任せる。オービタルの最中にもう暴れようと思ったんだけど、いやー、アサルトあればな、いけたんだけどな。オッケーオッケー。すいませんね、味方さん。今回完全にね、エリアを任せてしまって、申し訳ない。けどまあ、うまい、めっちゃうまかったね、あの人。まあ、ここも、うん、チームワークということで、申し訳ない。今回だけ許してほしい。ちょっとね、このグラウのノーストックを見せたかったんだ。申し訳ない。動画的にね、動画的に申し訳ない。次のマッチではちゃんと入る。うん。この人すごい当ててくるからな。うわー、その動きはやばいね。あのさ、MK2 カービンとめちゃくちゃ当ててくるんだけど、うまくない？いや、かなりうまいよ。チーターかと思った。ほら、うまいうまい、めっちゃうまい。マジ当ててくる、ほら。今。あのダッシュ後から当ててくるのはやばいよね。さあ、これで終わらせちゃいましょうか。はい。最後だけエリア入るやつね。2位の人、2分52秒も入ってくれてありがとうございます。最近はあの実写動画の方にも、かなり力を入れてるので、まだ見てないよって方はぜひねチェックお願いします。というわけで、お疲れ様でした。